皆さんどうもこんにちは。文系アカーリストのハテナです。はい、ということで皆さん、水替えしてますか？まあしないわけないと思うんですが、何でどのくらいの量を変えるかは人それぞれですよね。で、今回は私の5台の水槽の水替えのご様子をお見せしたいと思います。ということで水替えが始まりましたが、私のバケツは約4リットルほど。これ以上大きくても重いし入れにくいし、小さすぎず大きすぎず、まさにジャストサイズ。ちなみに最近の悩みは手の赤切れです。妻からなんでこんなに赤切れしてるのって半切れで聞かれたので、洗い物頑張ってるからかなと適当な答えをしたらガチ切れされました。と言ってる間に水替えが完了しました。まあ、編集では一瞬なんですが、実際は17杯入れたということになります。17杯ということは17杯×4リットル、68リットル変えたことになります。100キロの人間1人分ぐらいの水量ありますよね。これを週1でやるのは地獄です。ちなみに皆さん、私の前回の動画をご覧いただきましたか？チャームの福袋で黒影という流木を買ったという内容でしたが、本当に私が欲しかったのが浄水器。絶対買うぞと意気込んでペイペイ残高を増やしたのに、チャームさんは買わせてくれなかった。だが人間の欲は底知れない。私の溜まりに溜まった残高を見るともう止まらない。流木を買ったついでにポチってしまいました。ということで私が今回買ったのが、ハートレードから出ているアクアギークシンプル浄水器。確かに作りはシンプルで、2つのろ過フィルターに水を通して塩素や有害物質を取り除くというもの。マーフィードとの違いは値段とこちら。アクアギークは処理能力が2倍になります。毎分14リットル注水可能とのことです。マーフィードは毎分7リットルですので、これはどのくらいの違いかと言いますと、ゴリラとクロマグロの移動速度ぐらい違います。意外とゴリラ速い。と話はそれましたが、とにかくこの処理速度が速く安いシンプル。パーツなどの違いは多少あるようですが、まあフィルター以外はマーフィードとあまり変わらない。ということであれば私ならこちらを購入する。で、ついでに合わせて購入したのがこちら。まずは高木のニップル。ダメダメ勇者とロリ魔法使いに変態ハゲ親父のアニメに出てくるやつみたいな名前。別途購入したパーツと組み合わせればホースの接続は簡単ですが、このニップル、結論から言うと使えませんでした。汎用性のありそうなニップルですが、どうやら私が接続する混合水栓の口径が G3/2 という口径で、高木のものが G1/2 だったようです。で、結局こちらの G3/2対応のイストラというよくわからんメーカーのものを Amazon で追加購入しました。それとホース接続パーツを2つ。また浄水器のホース接続口をこちらに交換します。そうすることで簡単にホースの着脱が可能になります。ということで、こんだけ買いました。新年からすでにいくら使ったのでしょうか。今年も散財の予感です。私の動画を妻が見たら引退確定です。まあそんな些細なことは気にせず使っていきましょう。ちなみに、私の水槽部屋と混合水栓のある風呂場はどちらも2階。距離はそれほど離れていないが、こちらを購入しました。ちょっとかっこいい高木のホース 15m。おそらく 15m はいらないと思いますが、やはり大は小を兼ねる。値段は4052円と、まあまあ高い。なんとなく巻き取りやすそうだったということが、ただ不安な点もあります。このホースは内径 7.5mm、 アクアリウムで使うホースの内径が 12mm とか 15mm、 そう考えるとかなり細いですね。おそらくアクアギークが誇る毎分14リットルは不可能。最悪ダメなら嫁にサプライズプレゼントということで、ちなみにこのホースは水を抜くのにも使います。私の中ではうまくいく想定なんですが、こういう時は大体失敗しています。では早速試していきましょう。使う水槽はこの45センチ水槽。前回の動画でちらっとご紹介したアクアシステムの水槽。幅45、奥行き30、高さ40、最大54リットル。先ほどの計算なら最速4分弱で注水できるはず。それでは試してみましょう。まずは浄水器のホース接続パーツを変更します。ただここに来て六角レンチがないことに気づく。諦めかけて倉庫を見ると、DIY とかしないのになぜか六角レンチが。過去の自分、グッジョブ。取り外したらこちらの高木のニップルを取り付けます。これをするだけでだいぶ楽になると思います。ちなみに片側のみ交換することにしました。反対側は風呂場の水栓と近距離で接続するために不要です。しっかり固定をすれば準備完了。まずは水栓のカバーを外してニップルをねじ込みます。
終了時にこれを取り外すのを忘れたら終わりです。私の頭にニップルがねじ込まれることでしょう。水栓と浄水器を接続するのはこの内径 15mm のホース。このホース後で気づいたんですが、耐圧ホースではなくて後ほど交換することになります。とりあえずこんな感じで取り付け完了しました。あとは高木のホースと浄水器を接続するだけになります。で、あとは温度を設定するだけになります。風呂場で給湯温度を下げていきます。一応まあ25度くらいまで下げれば安心かもしれません。これ32度までしか下がらないんですね。とりあえず温度は後で考えるとして、一旦こちらに注水してみます。あれ？となぜか出ない。これね、風呂場を見てきたんですが、ちょっとこのタイミングわからない。水量を上げたらちょびっと出るようになるんですが、こんなんだと何時間かかるかわかりません。なかなか思い通りにいかないですね。とトラブってる間に嫁の帰宅時間になりましたので、一旦急いで撤収作業にかかりますと思ったんですが、水栓に取り付けたニップルが外れない。いや、もうこれ水替えどころじゃない。もうニップルプールをぶち壊してでも外さないと、もう私のニップルが破壊される。私、地震防止で買った滑り止めで取ろうとしても、これ全然びくともしない。これ本格的にまずいということで、スパナ的なものがあればなぁと探してみたら奇跡的にありました。いや、 DIY とかしないのになんであるんでしょうね。いや、よくわかりませんが、はい、ということでこんな感じでやれば取れました。いやー、もう心の底から安堵しました。で、最後にカバーをつければ証拠隠滅完了と。翌日また再挑戦です。ということで翌日、これね、ダメだった原因が分かりました。ニップルとの接続をちゃんとしてなかった。でカチッとなるまで刺さないといけなかったようです。今までこういうことあまりやってこなかったので、はい、まあ、とりあえずこれでいけそうです。で、水漏れしています。いや、これどうやら緑のニップルのサイズ G4 分の3が合ってなかったようで、うちはパナソニックの水栓でして、口径 26mm の山が 20mm というサイズだったようです。G4 分の3も似たようなサイズで全くの別規格だったようです。結局後日さらなる接続パーツを購入してきました。それでは改めまして、いきます。来た来た来た、あともう本当にこれで水替えがめっちゃ車楽になりそうです。14リットル毎分は今のところこれ出ていませんが、もう私的にはこれでも十分楽になると感じています。水の勢いが強いので、これ何かしら考えないといけないなと思います。何かいい方法があれば教えていただければ嬉しく思います。ということで注水完了しました。いやー、流木めっちゃ浮いとんなこれ。はい、で、まあ塩素テスターで一応チェックしておきます。これテスターの色がピンク色にならなければ OK です。さあどうでしょうか。いや、バッチリですね。はい、で、あとは水抜きもやってみたいと思います。こんな風にですね、使用していないエーハイムのパイプにまたまた高木のニップルを取り付けます。こちらは水量コントロールするパーツがついており、水抜き中に止めることで次の水槽への移動がスムーズになります。先ほど注水で使った高木のホースを水抜き用に使用します。ただ不安なのが内径の細さ。さすがに 7.5 ミリは厳しいか。このように取り付けたら準備完了です。エーハイムのスターターで水を引き込むのですが、これはさすがに無理でした。結局余っていたホースをかませました。まあ、このあたりはもう少し考えないといけませんね。で、やっぱりめっちゃ遅い。いや、さすがに内径 7.5 ミリで細すぎたようです。で、結局翌日内径 15 ミリのホースを買いに行くことになっていました。今回は耐圧ホースを買ったので、注水側も水漏れがなくなりました。で、最終的にホースを2本購入したので、排水と注水が同時にできるので、よしとしましょう。はい、ということで、今回は浄水器の導入の様子をお伝えしました。やってて気づいたのが、水温の調整が難しいということ。我が家の場合、なぜか低い温度設定は安定しなかったので、まあ、このあたりはまだまだ改善の余地がありそうですが、ひとまずめっちゃ楽になりました。
いやー、これホモエレクタスが火を初めて使用したように、はたまたワットが蒸気機関を発明した時のように、アクアリストにとっては革命ですね。これで水槽を増やす準備は整いました。もう沼からは抜き出すつもりはないようです。はい、今後ともぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。